トライデントは、ピールエンジニアリングカンパニーによって製造されていた、ミワマイクロカーである。1965年から1966年にかけて生産された。トライデントは、ピールエンジニアリングより、P50 に続く市販モデルとして1964年に、アールズコートで開催された、ブリティッシュオートバイショーで発表された。P50 は大人一人に、 買い物カゴといったコンセプトで作られたが、トライデントは大人プラス子供と大きな荷物を運ぶためのわずかに大きいバージョンとして企画された。ドライブトレーンは DKW 製エンジンなど先に販売していた P50 から多くが流用されたものの、外装はグラスファイバー製のボディは維持しつつも完全に新しいデザインとなった。大きな特色はバブルトップの跳ね上げ式ハッチで、 ドアを持たず、ハッチの開閉で乗り降りする得意なスタイルであった。内装についてはシート、または取り外し可能なショッピングバスケット一席が選択できた。シートは P50 よりも幅が広く、二人の利用として提供された。居住性は P50 よりも大幅に改善されたが、ボディサイズが大きくなった影響で、重量は 90kg まで拡大し、 走行性能は低下した。いくつかのモデルはトライアンフ製 99cc エンジンとオートマチックミッションが搭載された。投下類はフロントに2つのヘッドライトとリアに2つのブレーキランプを備え、ウインカーは標準では装着されなかった。そのため交差点を曲がる際には P50 同様に手信号で合図する必要があった。ボディカラーは青と赤の2種類が用意された。 コスト削減のため塗装ではなく、グラスファイバーの理系材として用いられる、ゲルコートに着色されていた。1966年に生産を終了。総生産数は約80台と言われている。トライデントはバブルトップのスタイルから地上を走るフライングソーサーのあだ名が付けられた。ありがとうございます。